肉の町、三重県は松阪市。私たちが世界に誇るは肉の芸術品、松阪牛ですが、こだわりといったらこちらも負けていません。麺、スープ、食材からなる最高の一杯にかける思い、古くから愛されている松阪市のソウルフード、中華そば。ということで、松阪市のお店からぜひ食べてほしいうちの一品をご紹介します。ナレーションは私、松阪市ブランド大使の中川静香がお送りします。さあ、今回ご紹介するお店はこちら、松阪市中町にある中華そばの藤屋さんです。松阪人がイメージする中華そばは、野菜がたくさん乗って安くてボリューミーなものではないでしょうか。このいわば松阪中華そばとも言うべき原点を築いたのは、実は藤屋さんなんです。開店前には毎日行列ができる言わずと知れた中華そばの名店、市内外からたくさんの方が訪れます。さあ、そんな藤屋さんのうちの一品、ご紹介いただきましょう。お待たせしました、藤屋うちの一品中華そばです。うちはもともと愛宕町でうどん屋やってまして、昭和の初めぐらいからなんですけど、その時にずっとうどん屋をやってた加減で、カツオ、煮干しの出汁を取るのがもう毎日の作業で、その出汁を使って何かこう新しいものを作りたいなというのを先代の思いがありまして、それでいろいろ試行錯誤をして今の中華そばができたんですけど、最初の頃はね、なんか松阪にそういうのなかったので、なかなか受け入れられないのかなっていう感じはあったんですけど、蓋を開けてみたら意外にその、評判良かったということで、いろんなお店もじゃあ一緒にやりましょうということで、松阪でこういう形の中華そばが増えてきた、そんな感じがしますけどね。はい、ぜひうちの中華そばを召し上がってください。よろしくお願いします。まさに松阪中華そばの原点にして頂点、しかもヘルシーでめっちゃ美味しそう。さて、今回ご紹介したのは中華そばの藤屋さん。所在地、営業時間、定休日はご覧の通りです。ぜひ行ってみてくださいね。